かかとかかとは足の裏の最も後の部分である。厳しすとも言う。靴ではかかとの下の靴底を厚くするのが普通で英語のヒールからヒールとも言う。靴のこの部分を指してかかとということもある。骨格的には硬いの骨と関節によってつながっている小骨に相当する。手では足のかかとに相当する部分に特に固有の名称はついていない。 人のかかとの皮膚は全身の中で最も硬くて厚い。これは体重を支えるクッションの役目をしている。西洋では悪魔にはかかとはないとされている。ほとんどの哺乳類ではかかとに当たる部分は歩く際に地上につかない。人のようにかかとを地上につけて歩行することを足裏行き、反対に犬や猫のようにかかとを地上につけずに歩行することを修行と呼ぶ。 アライグマなど、人以外にもかかとを地上につける動物もあるが、これらは二足で立ち上がる、際の安定性を増す効果がある。ただし、人のかかとのように目立たない。これは、人では、かかとが飛行していると同時に、土踏まずがあるために、かかとが突出しているからである。これは、人が直立二足歩行をするために発達した構造と考えられる。 ギリシア神話の英雄アキレウスは、トロイア戦争で唯一の弱点であるかかとをいられて死んだ。かかとは人体の中でも硬い部位なので、格闘技などでは打撃にこの部位を用いる例もある。ただし、かかとより、つま先の方が先に出ているし、前蹴りならば、指先か、指を上げた足裏の先端部を使うことが多く、かかとは方向性的に使いやすいとは言えない。 特にかかとを使う例としては、かかと落としなどがよく知られる。ヒールホールドというかかとをひねる関節技があるが、実際に極まるのは、かかとではなく膝関節、人体の型になる。詳細は、リンク先を参照。靴でも足の形に合わせて、土踏まずをくぼませ、かかとに厚い素材を使う。このかかとに当てる部分も、かかとという。靴のかかとが高い靴を、 ハイヒールと呼ぶのに対し、低いものを、ローヒール、または、フラットヒールという。靴のかかとを高くすると、足はつま先立ちに近くなり、足先が伸びると同時に腰が持ち上がり、見た目の姿勢が良くなるので、女性では、ハイヒールがよく用いられる。ただし、この形の靴は指先を左右から圧迫することから、外反母趾の原因となるなどの弊害がある。ヤコブは、 ヘブライ語起源の人名、ヤーコブの日本での慣用表記であるが、ヤーコブを直訳すると、カカトさんのような意味合いになる。なお、ヘブライ人であった元祖、ヤコブは、イスラエルの美少を持つ人物でもあり、ヤコブの息子たち12人が、イスラエル12部族の祖となったことから、イスラエル民族のことを、ヤコブの家と表すこともある。この、ヤコブの名は、多言語に訳され、ギリシャ語では、 カッパ・オメガ・ベータ、イヤッコ・ボス、ラテン語では、ジャク・バス、日本語では、ヤコブと表記するのが慣例である。ラテン語系ジャク・バスは、音韻変化を経て、ジャク・マスに変化した。英語では、ジェイコブ、ジェームズ、アイルランド語では、シーマス、シーマス、フランス語では、ジャック、または、ジェームズ、ドイツ語では、ヤコブ、アラビア語、ペルシア語では、ヤーカブ、トルコ語で、ヤカップ。 イタリア語ではジャコモ、またはヤコボ、スペイン語ではハイメ、またはイオー、ディエゴ、ハコボ、ポルトガル語ではハイメ、ゲーズ語ではヤーイコップ、アムハラ語ではヤーイコップなどによりいずれも男子の名としてよく見られる。ありがとうございます。